ポケモン SV 色違いの黄昏ルガルガン入手方法。ルガルガン好きの皆さん、お待たせしました。めちゃくちゃかっこいいです。青色が色違いになります。どこ行った？場所は北一番エリア、この辺り全体に出ます。着いたらお任せレポートをオフにしてセーブをしましょう。ここでサンドイッチタイム。材料はトマトスライス、アーリーレッド、ピーマンスライス、ハンバーグ、焼きベーコンを2つ。どの種類でもいいので秘伝のスパイスを2つ。ピックは勇者の剣。最後に乗せるパンはあってもなくても効果は変わらないです。サンドイッチ作るのが苦手な方はパンを捨てましょう。簡単な方も紹介しておきます。焼きベーコンが1つ、塩スパイスが1つ、あとはこの3つのスパイスの中からどれか1つ、これで作ることも可能です。このサンドイッチを食べることによって岩タイプの輝きパワーと遭遇パワーがつきます。ここから難しいんですけど、黄昏のルガルガン自体が夕方の3分間しか出現しません。かなりレアなポケモンです。なので夕方になるまで待ちましょう。ということで夕方になりました。そして歩き始めるとルガルガンの大量発生。全部黄昏のルガルガンになってますので、あとは色違い出るまでひたすら走り回るだけです。とは言っても制限時間は夕方の3分間だけ。これじゃ捕まえられない。そんな方にね、とっておきを用意しました。真夜中の姿をしたルガルガンに出会うと制限時間終了ということになります。このタイミングでポケモンの電源を切りましょう。そしてスイッチ本体にある設定の現在の日付と時刻を変える。そして今の時間から約1時間6分ほど進めます。これで OK です。そしてポケモンを起動するとすぐ夕方が来ます。先にサンドイッチをね作って待っておきます。夕方になったらルガルガンの色違いを探す。色違いが出るまでこの作業を繰り返す。意外と大変なんですけど、これが一番ね手っ取り早いかなと思います。ってことで皆さんもチャレンジしてみてください。ありがとうございました。